どうもこんにちは、トレスタジオ前田です。今日はですね、足の速い人と速くない人の、特徴の違いっていうところを説明させていただこうと思います。で、この説明をした上で、どういったフォームで走ればいいのかっていうところを、自分で見極めてもらえればいいかなと思います。それでは早速やっていきましょう。で、今日説明させていただく足の速さの違いの部分っていうのは、どの場面でかって言ったら、大きくスプリントをかける部分だから、長い距離をね走るところでどういった走りになるかっていう感じになっていきます。切り返しの場面が多い状況だったりとかは想定外ですので、それはねちょっとこう含めずに見てもらえればいいかなと思います。スプリントを長くする場面で足が速い人と足が遅い人の特徴としては、まずは足が速い人の特徴ですね。足が速い人はまず走っている時にお腹下のところあたり、なので自分の重心の真下のところに足がついていきます。で、足がこのまま自分の重心の真下についたとしたら、次は後ろに蹴るのがここがすごく長くなります。なので後ろ足が遠くなるというイメージです。で、ここからグッと引きつけてまた走っていく、こんな形になります。で、まずこのポイントになるのは足が真下につくというところですね。重心の真下につくことによって足のこっちのね、ケツだったりとか、ハムストリング、もも裏の筋肉をこうグッと使って、で、ここで地面に力を加えることができるっていうところが強みになります。プラス後ろ足が遠く行くので、後ろまでしっかりこう蹴ってるってことです。で、地面にしっかり力を使えてここで蹴ってるっていう話になります。で、ここが短いとやっぱり蹴るっていうところがあんまり足りなくて、地面に力を伝えられていないっていうことになりますので、ただこれやっぱり後ろに大きく引くっていうことはこっちをすぐ戻していかないといけないわけですね。で、足の速い人たちっていうのはこの足を戻してくるところも速くできるわけですよ。後ろ足を遠く行った時にここの戻しのところをスッと戻してくれるから、足の回転数が上がって足が速くなってくるっていう風になっていきます。で、足が遅い人の特徴は、言ってしまえばこれの正反対ですよね。足がつく、まず自分の足がつく位置っていうのが足が前に来ます。自分の重心点より足がかなり前に来る、こういう風に足をついて、で、ここから前に来るんで足の後ろの位置のところがまたこれは近くなります。こういう風に近くなる。で、これだけ聞いてればね、足近くなるんだから足の回転数上がるからいいんじゃないっていう風になるかもしれないんですけど、ただ歩幅が大きいように見せて別にそんな大きくもないのに、プラスその足で地面に伝える力っていうのも少なくなるわけなんで、歩幅はあんまり変わらないのにスピードがないから回転数も上がってこないっていう感じになっていきます。なので、本当に大事な部分はまずは地面、自分の真下のところにつきましょうねっていう風になっております。じゃないと足の力が使えないよっていう風になります。もちろんね、この足を前に大きく出した時も足の力を使っているんですけど、どっちかというとこっち側のもも裏だったりお尻の方じゃなくて、こっちの膝周りのこの大腿四頭筋と呼ばれるもも前の筋肉になっていきます。で、ここの筋肉っていうのはいわゆるイメージしやすいのはブレーキの筋肉なんですよ。ブレーキのためにキュッと止まって、次の動作につなげるっていうところに対して使われてくるかなっていう筋肉なんですけど、ここはやっぱり大きく働いてしまうと足も遅くなるし怪我もしやすい。で、最初にお伝えした切り返しの場面が多いところではここのもも前の筋肉結構使ったりするんですけど、そういった場合じゃなければなるべくね、こっちのもも裏の方、お尻の方をしっかり使えるフォームを見せましょうっていうことになります。で、こういったところには足のつくだけとかじゃなくて、あとは上半身の部分だったりとかもいろいろ噛み合ってくるので、それはね、他の動画も見ながら、自分のフォームを探してもらえるといいかなと思います。一概にこのフォームがいいっていうのはやっぱり個人差があるので言えないんですけど、基本的な方としてはこれが皆さん共通してますよっていうのを今日お伝えさせてもらいました。はい、ぜひね、この動画参考にしてみて自分のフォームを作り直すとかしてみてください。それではまた。